プライデルスハイムはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町は郡庁所在地ルートビヒスブルクの北約 8km に位置している。この町はシュトゥットガルト地域及びシュトゥットガルト大都市圏周縁地域に含まれる。プライデルスハイムはルートビヒスブルクの北約 8km、シュトゥットガルトの北約 20km のネッカーボンチに属す。 広く平らな谷に位置している。リーリングスハウゼン近郊のハルトバルトにある無人の飛び地はシュベービシュフレンキシュバルベルゲニ属ス。長域の面積は10.18平方キロメートルである。最低地点は海抜182メートル、最高地点は海抜243メートルである。町はネッカーガーダ郊部に位置しており、リートバッハ川が町内を流れている。 ディートバッハ川は町の生誕でネッカー川に合流する。ネッカー川に沿ってアルトネッカー自然保護区とプライデルスハイマー、ビーゼンタール自然保護区が伸びている。これは川沿いの草地や湿地のビオトープを特徴としている。プライデルスハイムは群島部の飛び地として広さ186ヘクタールの町有林を有している。プライデルスハイムは 北はほんの短い区間であるがムンデルスハイムに接し、さらにシュタインハイム・アンデアムル、東はムル、南東はベニンゲン・アムネッカー、南はフライベルク・アムネッカー、西はインゲルスハイムと境を接している。以上の市町村はいずれもルートビヒスブルク群に属す。プライデルスハイムには、プライデルスハイム、ゾネン・ホーフ農場、水力発電所、および廃止された地区空ンバッハザンクとアナが、 属している。プライデルスハイム南部の農場は、現在もザンクトアナと呼ばれている。1553年から、リーリングスハウゼン近郊のハルトバルトの一部が、プライデルスハイムに属している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。フランク・アレマン墓地の女性墓ナンバー140から、出土した靴型陶器1682年頃に、 アンドレアス・キーザーによって描かれたプライデルスハイム、ローマ時代やテルト人、ゲルマン人以前からすでに、プライデルスハイムの出順な定地には、石器時代の人間が定住していた。村落自体は、6世紀から7世紀のフランク人、イコールアレマン人に起源を持つ。地名は、現在の町域内に農場を有していた、ビルドルフ棒に由来する。古い年代記や地図には、 ブライデルフスハイムという表記が見られる。5世紀から7世紀に町の北端にフランク人イコールはレマン人の墓地が設けられた。1969年と1989年から1990年の発掘で250基以上の墓が発見された。ブライデルスハイムは794年にロルシュ修道院に液進された際にブリデルバスハイムとしてロルシュ文書に 初めて記録された。この集落は、その所有者を何度も変えた、972年シュパイアー、市教領、12世紀はじめ、ヒルザウ修道院、1245年バックナング、修道院、1455年ビュルテンベルクといった具合である。12世紀には、シュタウフェン家の清流下範囲にあった。16世紀から17世紀に、多くの歴史的建造物が建設された。 1587年に聖穴ハイドの存在が確認されている。1693年フランス軍司令部がここに置かれた。20世紀初めまでプライデルスハイムはもっぱら農業の町であった。主な産品は穀物であったが、タバコも栽培されていた。1709年から始まった本格的なタバコ栽培は1991年に終了した。 1724年からトウモロコシが栽培され、1929年からプライデルスハイムでは多くのアスパラガスが栽培されている。三保式農業の導入は農業製品の改良をもたらした。現在、11の非常重農場がある。プライデルスハイムは1463年から1938年までオーバーアムトマールバッハに属した。それ以後は、 ルートビヒスブルク軍の一部となっている。福音主義、マウリティウス教会16世紀に宗教改革がなされて以降、プライデルスハイムは主に福音主義の町であった。第二次世界大戦末期に流入した避難民によってこの町にカトリックが再びもたらされた。これにより、1955年にカトリックの聖ペトルス及びパウルス教会が建設された。また、 福音主義イコールメソジスト教会もある。さらには、ムスリムの礼拝施設ファティーイコールモスクもある。2016年12月31日現在、住民の33.03%が福音主義、25.36%がカトリック、41.60%がその他の宗教を信仰しているか無宗教である。その他の宗教、 または無宗教者の比率は2016年1年間で約1.88%増加した。プライデルスハイムの町役場プライデルスハイムの町議会は14議席である。議会は直接選挙で選出された14人の名誉職の議員と議長を務める町長からなる。町長は町議会において投票権を有している。 トレットナーは2017年6月の選挙で95.97%の支持票を獲得し、さらに8年の任期を得た。紋章は、金字に斜め十字に組み合わされた2本の黒い両端に針のあるフック。かつての境界石には B の文字が用いられていた。町の印象は、両端に針のあるフックが1本であった。町は、1937年に、 これを日本に倍増し、現在の紋章が作られた。町の旗は赤から白で、1954年9月13日に認可された。町の旗と州の旗を区別するために、町の旗には、紋章とは異なる色が、意図的に選ばれた。プライデルスハイムの牧師館プライデルスハイムには、クラウザー記念二輪車博物館、郷土博物館、1998年からは、 牧師館に福音主義教会博物館がある。GSV プライデルスハイム EV の歌唱部門には多くの合唱団がある。消防団の音楽隊による2組のブラスアンサンブルが活動している。フライベルクアムネッカー、プライデルスハイム青年音楽学校 EV では様々な楽器、歌、演劇、バレエを学ぶことができる。プライデルスハイムの 球場役場タウべき年非自然文化財の地図。地図中、A がアルトネッカー自然保護区、PW がプライデルスハイマー、B ゼンタール自然保護区、GSV プライデルスハイム EV には2つのサッカーチームがある。第1チームはベツイルクリーガエンツムル、第2チームはクライスリーガ B に参加している。ジュニア部門には11のチームがある。さらにこのクラブには大規模な体操部門がある。 町内には、グライダー飛行場や、乗馬場、テニスコートなど、その他スポーツ施設がある。プライデルスハイムは、アスパラガスの栽培地である。プライデルスハイム水力発電所プライデルスハイムは、1964年から、産業地区を有している。1915年から、バイヒンゲンプライデルスハイム、電力によって建設された。 ネッカー川の水力発電所は、現在数ワグエネルギーエジーに属している。数度にわかる、改築の結果、現在の出力は4 4 0 0ットである。平均の年間発電量は、約3000万キロワット時である。プライデルスハイムは、連邦アウトバーン A81 号線で、広域道路網に接続している。プライデルスハイムは2007年に、 PM10 の1日あたりの平均基準値を守れなかったため2008年7月1日から微細粒子上物質防止義務を負っている。プライデルスハイム工業地区や町に近いバイパス道路周辺は環境ゾーンに指定されている。プライデルスハイムでは町の広報誌プライデルスハイマーなハリヒ店」が毎週観光されている。プライデルスハイムのニュースは主に ビーティヒハイマー・ザイトング、ルートビヒスブルガー・クライス・ザイトング、マールバッハー・ザイトング、シュトットガルト・アー・ザイトングで報道される。プライデルスハイムには、12クラスに約300人の児童を要する基礎家庭学校、フリーデンス修レがある。また、公立幼稚園3園、私立幼稚園1園、森の幼稚園1園がある。上級の学校には、フライベルク・アムネッカーのオスカー・パレット修レがある。 エネルギー供給この町の電力及びガスもは、シナ GMBH によって運営されている。プライデルスハイムには、110、20KV 変電所もある。上水道プライデルスハイムではかつて、ルートビヒスブルク郡の他の市町村と比較してかなり多くのポンプ場があった。11の公共のポンプ場の他に、約100の民営ポンプ場があった。これは、この町が谷に位置しており、 その結果地下水が豊富なことが要因であった。最初の上水道は1928年に設けられた。現在のプライデルスハイムの飲料水は地元の水とデン湖水供給会社からの水との混合水である。下水道と人海処理下水はビーティヒハイムのネッセルベルト総合水処理場に集められる。人海処理はルートビヒスブルク郡の100%湖会社の ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。